ストリート第69弾始まります ーラジオ矢島ストリート第69弾でごえー、いつも以前やってますねあの最近気になるニュースっていうのではなくて特集をお送りしたいと思うんですけれども、まあ、またほんまえニュースおまなんな <laughs>、えー、もうあの隣のねつい最近非常に不幸な、うん、若い方がたくさんお亡くなりになったっていうね えー、国ではレーダー照射はしてなかったとか、わっけ分からへんよねもうその、国防系のことで嘘つくっちゅうのはまあ信じられへんよなちゃなことで、ですね、まあ、あの流行り病も第8弾に気ぃつけて行動宣言があるとかね、もうなんかほんま、むちゃくちゃやね、ほんま。ちゅうこともありまして、ですいません、すいませ 1一個,一個あの、宣伝いうことぐらいんですけど、えっとね、矢マストリート立てっていうのを始めました、すでに聞いていただいた方もあるかもしれませんけれども、えっとねまああの、どういうことかっていうと、まああのー、普段ちょっと気になったニュースを、YouTube のショート、だから1分間なんですよ。 一分間でまとめた、まと一分間でまとめたってこともないんやけども、それをね、ちょっとお話をしてみようかなと思ったんで、えっと、ショート用の動画を作ろうかなと。それで、なんでタイトル、うちの家内からも、なんで縦って言うのって言われたんですけど、これは非常に単純で、縦型動画やからって言うたらですね、そのままかい、言われたんですけど、いやいや、そのままの何がわかんねえみたいな話なんですけど、要は、野獣マストリートの縦型、縦型動画。 ね、ショート動画ということでですね「野獣マストリートタだ」というのをスタートさせております、ね、1分間ですんで、まあ、ぜひともね、あのー、その日のニュースの話題とかねみたいなものとして、えー、聞いていただければいいかなというふうに思っておりますのでぜひともよろしくお願いを申し上げますさあそれでですね今回は何をしようかなということなんですけども今回もですね嘘みたいな本当の話 をしようと思ってるんですけれども、今回の特集テーマは嘘みたいな本当の話、日本はすごいというお話でございます。これね、僕この日本はすごいっていうのは大好きなワードなんで、以前もヤジュマスリートでやったこともありますし、これからもね、うーん、よりに触れ、これはね、やっていきたいなと思うんですけれども、えっとね、前回は嘘みたいな本当の話で宇宙を目指したね、うん、NASA の お人たちの苦労話って言うんでしょうかね実は月着陸船何が一番大変やったかっていうと月着陸船の重さを軽すんのが一番大変やったというようなお話ですとかねもしかすると未だに地球を回り続けてる宇宙飛行士の方がいらっしゃるんじゃないかっていうのはちょっと怖い話をしたんですけれども今回は日本のすごい話ということでですね えっと、日本で空を目指した男のお話、ナチュラをしていきたいと思います。どうぞ最後までごゆっくりとお付き合いをください。ということで、最初の話題なんですけれども、今申し上げましたように、日本で空を目指した男の話、今、あのー、なんか NHK の朝ドラでも、これは女性やね。女性で、だったっけえー、っと、タイトル忘れた。えー、幅、え 幅あ分からんっけね <laughs> 忘れましゃべる前に調べときよっちゅう話やんけどあのー、何喋るか分からへんからね <laughs> 調べようもなく今ふっと思い出したんでえっと今やってるその NHK の朝ドラは女性パイロットのお話ですよねなんかね原作はないとかいう話なんやけどあのね僕知ってる方にこれ名前言うてええのかなまあ言ってええよね ホジアリさんっていう,あのう女性の日本で初めて、えー、女性の機長になった方っていうのはねよく存じ上げてるんですよ一緒に飲みに行ったこともありますしねだからねその方がもしかするとモデルじゃないかと、まあ、いろんなねモデルいろんな日本のその空を目指した人たちの話が多分ね一色たになって今の、えーっと「飛び上がれやちゃうかったかな,なタイトルではなかったと思う <laughs> すいません。かといって、今、調べることもなく、そのまま話は進んでいくわけですけど、天まで届け違うな飛び上がれ違うなちょっと気になるなぁ。一回調べてみようか。今ね、調べてますわ。舞い上がれ。ちゃうかったかな舞い上がれ近かったような気がするな舞い上がれとちゃうかなさあ、何が正解やったでしょう。舞い上がれ舞い上がれ なんか俺言うてたような気もするな。まあいいや、<laughs> しょまあ、どうでもいいことでえらい時間費やしてしまいましたけれども、まあまあ、あの今回はその日本で、えー、空を、ね、目指した男のお話ということで、実はですね、ライト兄弟よりも先に飛行機を飛ばしたのは日本人だったっていうお話なんですね。ライト兄弟よりも前に 飛行機を飛ばした日本人というお話なんですけれども、あの飛行機の日っていうのがあるんですよね。まあ、あのいろんな日あります。この間の僕の、ね、誕生日、11月11日なんかめちゃくちゃあるんですよ。プラスマイナスの日、電池の日やとかね、ポッキーの日やとか、世界平和記念日やとか、ね、僕の誕生日やとか、言わせないか、いろんなことがあるんですけれども、12月の17日が、 まあ、いわゆる飛行機の日というふうに言われてます。じゃあなんで12月の17日が飛行機の日なのかというと、それはまあまあ言わずと知れたライト兄弟が世界で初めて飛行機を飛ばした日なんですけれども、これね、本当は、本当は、4月29日を飛行機の日としてほしいと。特に日本人はそうしてほしいなというお話なんですね。 まあまあその前にちょっとだけライト兄弟のお話をしておきますと、ライト兄弟が世界初の友人飛行に成功したのが明治36年、1903年の12月の17日、ね、先ほど言いました飛行機の日なんですけれども、では、なんで我が国は4月29日をね、飛行機の日にした方がええんちゃうかというと、このライト兄弟が友人飛行で飛行機を を飛ばす12年ですよ12年も前に日本人が飛行機を飛ばしてるんですよ。で、その初めて飛行機を飛ばした日が4月26日やったということなんですね。で、ライト兄弟はまあ最初に飛行機で成功した12月の Uh, 17日に並行したの成功したのは、まあ、たった12秒やったんだそうです。まあ、それでも12秒間浮いてたわけです。人を乗せてね。それは大したもんやとは思います。そして、4回目の飛行でやっと1分ぐらいになったんだそうです。飛行機がね、ふわーっとこう浮いたわけですよね。その飛行機に乗ってたのは、ライト兄弟の弟の方の方。オービル・ライト。 さんなんだそうです。で、それをずっと、まあ、見守っていたというのか、えー、安全確認をされてたんでしょうね。お兄ちゃんが、ウィルバーライトさんということなんですね。まあでも、思ったらね、その、ライト兄弟が、たった12秒ですけれども、初めて人を乗せて浮いた時から、まあ、今で言うたら120年。まあ、120年、長いっちゃ長いし、たった120年って言うたら、 まあ、たった120年やないですか。それがですよ、映画トップガンみたいに出てくる F10 も F15 ももう今、古いって言われてるよね。F22、ね、してる戦闘機で、時代ですけれども、そんな飛行機が登場するまでの時代になりよったんですよ。たった12秒浮いてから、まあ浮いてからって言ったら怒られるか。ね、飛んでから、120年で、レーダーにも映らん、マッハ、音速で飛ぶ飛行機、 すごいですよね。人間って開発したわけですよね。だからまあ、すさまじい進歩っちゃすさまじい進歩なわけですね。まあまあ、それでちょっと元の本題に戻りますと、このね、ライト兄弟よりも先に飛行機を飛ばしていた男、日本人この人ね、二宮中八っていう方なんです。慶応二年の生まれというので、西暦で言うと1866年となるので、まあ、要はこれ、 江戸の末期やね、幕末頃の生まれの方ということになりますね。で、この二宮忠勝さんがですね、まだ若い頃、陸軍の兵隊さんに、陸軍の兵隊さんにね、ならはったんですね。長廷でなったそうです。まあ、ただ、 あの、当時の徴兵っていうのは、そんなこうな、なんかね、うーん、戦争があるからっちゃうなイメージじゃなくて、徴兵される人っていうのはもうとにかく、病気はないね、えー、視力は良いって、まあ言うたら、まあ、体に何の、その、心配することもないっていうね、いわゆる有料な、有料児っていう言い方はもう今言えへんのかな。まあそういう方やったということですね。兵隊さんになってですね、香川県の丸亀連隊っていうところで、 え、に行かれたんですが、そこの丸川連、丸川、えー、連隊場というところで、この方が、明治24年、1891年の4月29日に、わずか10メーターなんですけれども、日本初のプロペラ飛行を実現させたということなんですね。先ほどから言っている、ライト兄弟の友人飛行成功の、 12年も前のお話なんですよ。ね。まあ、まずこの初めの一歩はたったの10メーターでありました。まあ、先ほどライト兄弟も10秒浮かんだっていうふうに言いましたけれども、10メートルだったんですが、ね、その翌日にはもう36メーターの飛行にも成功させたということなんですね。で、ただ、ちょっとだけライト兄弟と違うことがあるんです。ちょっとと違うかな。 まあまあ大きいかもしれません。それはね、ライト兄弟のような、友人飛行ではなかったんですね。人を乗せてはいなかったんですが、自分でプロペラを回して、その水力によって地上をちゃんと滑空し、滑走してね。で、それでふわーっと浮き上がって、また着陸をするということなんです。友人飛行ではまあないので、人類初の動力による飛行と。 言えるな、ということなんだそうですね。まあ、まあ、もうちょっと正確に言う,言うと、人類初の動力飛行実験に成功したと言えるのではないかということのようです。で、このね、二宮中八さんはどんな人物だったのかというとですね、まあ、愛媛のかなり裕福な豪商のね、お生まれ、そこの息子さんだったんだそうです。ところが、そのまだ中八さんが若い頃に、 お父さんがですね、事業に失敗して、まあ今でいう破綻っうやつですね、破産になるわけですね。ということは、全財産、まあ言ったら全部お父ちゃんが失ってしまうわけですよ。だからそれに伴って、この中八さんも、まあ今まではね、豪商の金持ちの息子さんったんだけれども、一文無しになってしまうと。それで生計を得るために、わずか12歳で町の雑貨店やとか、 印刷所のね、講演屋とか、あと、薬屋さんなんかで働く、なんやろね、いわゆるデッチボークをっちやつですか。ね、その傍ら、やっぱ彼はね、どういうわけか、物理とか、そういう科学がお好きやったんですね。その傍らに物理学や科学の書物を夜遅くまで読めふけていたんだそうです。12歳の頃の、えー、ことなんですね。またですね、非常に、 手が器用な方やったみたいで、めちゃくちゃよく飛ぶ、あの、タコ。ね。めちゃめちゃよく飛ぶタコをね、作るのが得意やったそうなんですよ。それで、あのー、どっかの広場で、えー、この中八さんがタコ飛ばしてると、やっぱりね、めちゃくちゃよう飛んでるんでね、みんながね、そのタコ欲しがったそうなんですよね。それで、あ、それやったらお金もないことやし、 このタコ売れるんちゃうかと、いうふうに中橋さんが思って、このタコに中橋タコっていう名前をつけて売り始めたらめちゃくちゃ売れたんですって。うん、だからすごい人ですよね。その経験がね、後の飛行機作りの原型になったんではないかというふうに言われているそうです。で、それで、その西絵に書かれた、西絵やから西洋から伝わってきた絵ですかね、に書かれた気球って っていうでねそれで何であの丸いもんが空に上がっていくんやろっちゃな憧れみたいなもんもあったんでしょう。空への憧れをですね非常にされて気球をね自分で考えてつけたタコこれ要は走らんでもタコは走らんと上に上がれへんけどねそこに気球つけたら走らんでも上に上がるんちゃうかみたいなことやったんでしょうね。 そういうタコを作ったこともあったんだそうですよねで。そして、明治20年1887年、中八は先ほど言った徴兵をされて、香川の丸山歩兵第12連隊第1大隊に入隊をしました。で、ある日のこと、えー、1889年11月のことだったというふうに書物には書かれてるんですけれども、中八は、 野外演習の休憩で昼食をとってるときに、まあ飯食いながら空をぼーっと見てたみたいなんですよ。そしたらカラスがね、飛んでた。カラスがね、えー、書物によるとね、滑空してたっていう風に書かれてます。これ滑空っていうことはどういうことかっていうと、カラスがね、羽ばたいてないんですよ。まあ、そんな姿、トンビとかね、翼は広げてるけど羽ばたいてないっていうのはよく見ますけれども、 飯食い、昼飯食いながら、中八さんがそれを見てたら、あれ、あのカラス、羽ばたいてへんなと思ったわけですね。せやけど、飛んでるなねあらと。羽ばたいてないのに、なんで飛んでんやろうとタコみたいだなと思って、その翼をずっと見てですね、鳥なのに羽ばたいてない。 羽ばたいいてないのに飛んでるこれずーっと考えたんでしょうね。でこれは多分翼に向かってくる風をね受け止めてるんちゃうかと。タコもそうやと。ね。ということはあんな形ねタコみたいな四角い形じゃなくてカラスみたいな羽にしたらこれもっと空風受けたらそば空飛べるんちゃうかと。 いう風うに思いついたらしいんですね。立派な方というかすごい発想ですよね。で、それがいわゆる固定翼飛行機の原型は翼ってやつですね。それで翼をこの中橋さんは思いついたんですね。で、その発想をこの人はなんとか実現化しようっていうので、その模型飛行機をね、作り始めはるんですね。 でも彼は完全にそのカラスをイメージして模型飛行機を作って、まあ、成功するんです。模型を作ることにはね。でね、これはね、今でも資料なんかで文献に出てるんですよ。えー、この時の飛行機の模型の名称をね、カラス型飛行機って読んだそうなんです。まあ、要はカラスを見本に作ってるからね。ただね、これ写真で見ましたけどね、 あの、目も書いてあるんですよ。ちゃんとカラスの目、まあ、名はいらんやろ、雪も線ではないんですけど、まあ、カラスを忠実に再現したかったんでしょうね。で、できたこの模型は、主翼は単発、単発の主翼でですね、上半角を持ち、これすごいんですよ。上半角っていうのは、翼のこの傾き、要は風を受けたら上昇する傾きのこと、上半角っていうんですね。それをね、ちゃんと当然のことながら備えていた。 それで、翼の幅は45センチ。全長は35センチだから、翼の方が長いわけですね。本体よりも。で、木の後方に、えー、っと、水平翼、水平尾翼ですね。水平尾翼があって、えー、機種には垂直安定板があったと。だから、あの、今の飛行機って、後ろに垂直尾翼っていう垂直に立っているやつがありますけども、この中八さんが作った カラス型飛行機の模型には、後ろの尾翼、横に出てる尾翼はあったけど、垂直尾翼はなかった。垂直尾翼は、今言うたら垂直翼は前の方にあったっていうことなんですね。まあ、だけど、飛行機そのまんまじゃあそのまんまですよね。またね、びっくりするのに、これ模型なんやけど、ちゃんとね、山林を備えてた、いわゆる車輪をつけてたはるんですよ。 だから、羽の下に2つあって、えー、一番最後尾に1つある。だから、その、いわゆる、紙飛行機っていうんかな、そういう模型じゃないんですね。ちゃんと、僕らがイメージする飛行機というイメージで、ちゃんと作ってはるんですよね。ねだから、こう、飛びっぱなしじゃなくて、ちゃんと着陸することをイメージされて作っておられるっていうのが、まあ、大したもんやな、というふうに思うんですね。それで、じゃあ、 推進力は何か何かっていうのは、先ほどね、言った、人は乗せてないけども、えっと、推進力を持ってたっていうのの、推進力何かというとですね、これ実はゴム紐やったらしいんですね。ゴム紐。さっきの模型って言っても、まあまあ、大きいじゃないですか。ね、縦、縦が、全長は35センチで、 えー、よくは45センチあったっていうから、まあまあ、おっきい。で、当時ね、そんなゴム紐なんてないわけですよ。今の輪ゴムみたいなことも,もなかった時代。ね、江戸の末期。まあ、これが成功したのは、ね、明治の初期の時代のことですから、だからどうしてそれゴムをね、手に入れてやろうと思うと、実はね、この中八さん、まあ、デッチの時に薬局に出たっていうようなことも、縁にあったんでしょうけども、 陸軍病院の勤務をやったそうなんですよ。それで陸軍病院の勤務で、聴診機のゴム管。あ、これちょうどええなと思わったんでしょうね。聴診機のゴム管を流用したんだそうです。で、そのゴム紐を、まあ、言ったらくる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 巻くのは一緒。それを4枚羽のプロペラで回すっていうことを思いつかれたんですね。これをカラス型飛行機と。 いうふうに読んでます。これはね、今、先ほども言いましたけども、ぜひね、検索してね、絵、えー、見てください。ほんまにね、目玉まで描いてますからね、可愛らしいんですよね。えー、それで、明治24年、1891年の4月29日に、3メーターを、3メーターをか、を結局、滑走してね、3メーター滑走した後に、 10メーターふわっと浮いて10メーター飛行して着陸したと。だから三輪車から手で飛ばさかったんじゃないんですよね。ちゃんと滑空して自分から上がっていって降りていったっていうことですね。それが日本初のプロペラ飛行機の実験を成功させたということなんですね。で、その翌日には、まあ多分いっぺん手で投げてみたろ言って手で投げてみはったんですよね。手で投げたら36メーター飛んだそうなんですね。すごいよね。 だけど、その、聴診器のゴムを使って、くるきでキリキリ巻いて飛ばしたもの。これが、結局、動力で飛んだ人類初の飛行機だったということになるわけです。ですので、人が乗った飛行機を初めて作ったのはライト兄弟。だけど、そういう動力で空を飛ぶものを作った世界で初めての人は、この 中八やったと。日本やったと。いうことなんですね。で、それで、その成功させた2年後、明治26年、1893年の10月にはですね、これ、友人、人も乗れるん違うかと。いうことで、友人飛行を前提にした飛行機、玉虫型飛行機の、縮小模型。でも、これもうでかいんですよ。つ、翼の長さ2メーターあったそうなんですけど、 これを作ったそうなんですね。まあ、なんで玉虫、要は今まで最初カラスやったんが玉虫に変わったんかが、よう分からへんのですけど、なんやろね、あの形が流線形でいいし、ん硬、まあ、いよね、玉虫全体はね。羽もは柔らかいですけども、折りたたまれてね。まあまあ、ちょっとそこまでは分かりませんでしたけど、玉虫型飛行機で、模型、でも模型やけども、翼の幅が2メーターあったと。ね。えー というものをお作りになってですね。ちゃんと操縦する人が乗れるように全てが設計されていたというんですね。ま、だから、あの、これも写真見ましたけどね、イメージ的に言うと、あの、これ、当然自転車もなかった時やから自転車じゃないんですけど、あの、鳥人間大会でよくこう自転車のね、あの天井、天井っていうかな、上に、 うん、羽根つけてね、後ろに垂直尾翼があって、自転車、うわー、こういで飛ぶっていうのあるじゃないですか。もうね、ほぼあの形なんですよ。自転車ではないんですよ。自転車では当然ないんだけども、形のイメージで言うと、ああいうね、今でも鳥人間コンクールでよく見る機体といえば、機体。それを、もうこの、明治の初期の段階でですね、考えてた人がいてたということなんですね。まあ。 それでまあその日本で最初にどうもプロペラ作ったもんこの人じゃないかと。いう風に言われてるそうなんですけれども、ただ、その、どうしても解決できない。要はその人を乗せるためには解決できないことがあったのが何かっていうと、結局ね、動力源なんだそうです。やっぱりね、ゴムじゃ当然さすがに人を飛ばせられへんね。飛ばせられへんから、この動力をどうしようかというのがずーっと とこの、まあ、飛行原理は分かった。けど、その、プロペラを回す動力をどうするかっていうのが、もうずっとこの中華師さんの悩みの谷あったということなんですね。で、それで、日清戦争の時に衛星兵として、えー、戦場に赴いた中華師さんはですね、飛行機の有効性についてずっと考えてたそうなんですね。で、それで先ほど言った玉虫飛行機。ただし、 動力に問題がある玉虫飛行機の開発をですね、上司に相談したらしいんですね。で、当時の参謀ではある長岡外資大佐とですね、大島吉正陸団長に上進したそうなんです。こういうね、これは絶対今後の日本にとって役に立つと。飛行機っていう乗り物はね。だから、陸軍のお金で動力の問題を含めて、 解決したいから協力してほしいというふうに言われたんですが、もう即刻却下されたそうなんですね。で、却下理由に長岡さんが何と言ったかというとですね、まあ長岡大将ですね。長岡さんは、戦時中やと <laughs>。今は戦時中である。以上。だから、忙しい時にもうややこしいこと言うなっちゅう。まあまあ、ニュアンス。 そのもう一人その反対した大島両団長もまあ同じことでやったんでしょうね。で、その日清戦争は終わったんですけれども諦めのつかえへんかった中橋さんはねまた戦争が終わった後にこの大島当時の両団長にですね頼みにかかったんです。なんとか検討してほしいと言うたらしいんです。 そしたら、この当時の大島旅団長は何と言ったかっていうと、本当に空を飛んだら、ね、聞いたってもええと、いうことですね。だからまあ、もうみんな話半分、ね、それこそ都市伝説じゃないけど、まあ言うのはただやえと、ね、いうふうに思ってたそうなんですね。まあ、ただ、当時の陸軍も観測気球みたいなものはあってですね、 そういう気球みたいなものは利用してたそうなんですけども飛行機の開発自体にはまあ結局乗り気やなかったとっていうのはまあ遠い先の話それ、ね、っていうこというふうに思ってたんでしょうねで結局もうこのままじゃ飛行機の開発はもうできへんということで中八さんを諦めて結局軍隊を退役してしまうわけですねで その飛行機の開発をするには、まずはね、資金を作らんとどうしようもできないんと。ね。陸軍ももうサジ投げたということだから大金がかかるんですよね。多分ね、当然のことでしょう。まずは政策の資金を作って、それで独自で研究をするというふうに誓ったんだそうです。すごいよね。で、大日本製薬株式会社に、 入社した。やっぱり薬屋さんに入社しはったんですね。業績を上げて、明治36年、1906年に、支社長にまで昇進したと。おだから成績良かったんですね。頭はやっぱり良かったんですよね。ただ、この時期にはまだですね、その飛行機開発までの資金はたまらなかったんですね。で、まあいろんなところで、飛行機の開発は重要やから、スポンサーになってもらえませんかというふうに頼んで回ったんやけど、誰一人、ね。 そういうものに興味を示す人、お金を出す人はいなかったということで、まあ、とにかくお金をまず稼ごうということで、飛行機の開発は停滞したまんまになったんだそうです。で、この間の、昭和、あ、ごめんなさい、明治36年、1903年の12月17日、要は中8が資金が貯まらずに、エンジン、要はエンジンというか動力に問題があるまま、 開発を諦めていたその間、12月17日についにライト兄弟が有人飛行に成功してしまうんですね。ところが、このニュースはすぐに日本には伝わってきてないんですよ。ですから、その当時は、中八はそんなこと知らんかったわけですね。だから、自分は初めて、世界で初めて人が乗れる飛行機作るんやと思っても情熱を燃やし続けてたわけなんだそうです。 でね、これもともとこのライト兄弟の初飛行の話っていうのはアメリカ国内でもほとんど報道されてないんですって。でね、またこれはね、後にライト兄弟が言ったらしいんですけども、ライト兄弟がアイデアの盗用、要はアイデアを盗まれるのが嫌やからっていうので、なかなかね、公開して飛行機、飛行もせえへんかったらしいんですよ。まあだから、飛んだのは成功してるけれども、もう人には見せない。 盗まれると困るから。っていうことで、広く知らしめられなかったそうなんですよね。だから、この実際に成功してから多くの人が知るようになるまでは、5年から10年実は後やったということなんですね。ですんで、この事実を中8は知らずに飛行機、有人飛行機の開発を続けてきたということなんですね。で、中8は、 社長就任後にですね、一生懸命働いて、やっと資金的な目途も立ったと。ね。それで飛行機の研究をやっと再開し始めたそうなんですね。それで、従軍当時の新聞記事で,ですね、オートバイのガソリンエンジンがあるっていうことを知ったんですね。あ、じゃあ,あのね、オートバイのガソリンエンジンが、この飛行機の、 馬力になるんちゃうかということで、これをね、動力にしようというふうに考えた中八はですね、明治41年、1908年に、精米機に使われてた2馬力のガソリンエンジンを購入したそうなんですね。やっぱりね、当時エンジン高いらしいんですよ。まあでも、それがないとどうしようもできへんからっていうので購入したそうなんです。ところが、実験で使ってみると2馬力のエンジンではですね、 力不足で、まあ、ほぼ役に立たなかった。そうなんですね。で、それで、今度は、中8はですね、12馬力のエンジンがあることを知るんですね。でね、これもまた不思議な縁なんですけれども、このね、中8が目に、ね、が目をつけた12馬力のエンジン、これね、偶然なんですが、ライト業態が初めて飛んだ、フライヤー1に乗せてた、 出力がこの12馬力のエンジンやったそうなんですよ。でところが、このね、12馬力のエンジンってね、当時めちゃくちゃ高かったんですね。この2馬力のエンジンどころじゃない。めちゃくちゃ高かったんですよ。だから18、18諦めたのかと思いきや、これすごいんですよ。作ったれと。エンジンを。ね。変われへんけど、作れるんちゃうかと。いうことで、 このね、エンジンの製作から始めようというふうに思いついたんですね。これがね、僕ね、以前も言うたお話じゃないけどね、これ実は日本人のすごいこところやと思うんですね。そのね、買われへんかったら自分で作ったねっちゅう。これね、普通、この発想にはならないんですよね。普通は、うわ、すごいもんできたと、以前黒船の話、また黒船の話はね、また今後もしたいと思うんでね、あんまり今日は話せんけど、なんかもう、 うわ、すごいなと。すごいもん作れはったらでって終われへんのですよ、日本人は。すごいなあどうやってできてんねやろ。わからへんけど、いべ作ったろ。言うて、作るのが日本人なんですね。だからこの中橋さんもそう思わかったんですよね。で、ところが、それでエンジン作んにゃと気合を入れた、その矢先に、ライト兄弟の飛行機を新聞で知ってまうことになるんですよ。 で、それで、世界初の有人飛行っていう海峡をですね、逃した、中八さんはですね、まあ、悔しかった。もうめちゃくちゃ悔しがって、今まで一生懸命作ってた玉虫型の飛行機の模型、全部ハンマーで叩き壊してしもた。そうなんですよ。これが、中八さんのたまに絆とかね、 頭にキャー、キシーが乗って。それ、まあ、もうそんな高いエンジンやったら作ってまえと思った人やったら思えんぐらい逆上してしもてですね。もうその飛行機をめっちゃくちゃに壊してしまった。そうなんですね。それで、この記事を見た。要はライト兄弟に先を越されたことを知った中八さんはですね、明治42年、1909年に、もう、やめやと。 いうことで、飛行機の開発を完全にやめて、今まで自分が関わってた製薬、薬を作るで、会社を始めようということで、まあ、もともとね、僕さっきから中八さん、中八さんって言ってますけど、二宮中八さんね、二宮中八さんが、明治42年の、えー、にですね、1909年に二宮合資会社、そして大阪、 製薬株式会社を設立してですね、塩の研究を始められるそうなんですね。いわゆる塩化ナトリウム。これはその後に、全日本人が言うたらお世話になる塩やね。それを作り始めるということなんですね。それで、この話、途中にちょっと面白いことがありましたね。えー、とあ、途中ちゃうね。その後ね、えっと、大正8年、1919年にですね、 同じ愛媛県の出身であった陸軍中将、当時ね、の陸軍中将の白川義成さん、義則さんとですね、えー、まあ、対談する機会があったんだそうです。それで、その時に、中八さんがね、自分は以前飛行機、友人飛行機作るつもりでしたと。それでね、それを陸軍に、上申したんやけども、もう全部ことごとくね、却下されたんです、という風に報告しはったんですね。 その後ね、この白川さんが、その話聞いて、専門家に測ってみたんですって。この、中橋さんね、二宮中八さんが言ったことはどうやというふうに、当時の専門家にいろいろ聞いたところ、技術的にすべて正しい。要は、飛行理論が全部正しいっていうことが分かって、それで、当時の軍部も、ある意味、偉いっちゃ偉いんやね。反省しはったんでしょうね。 ようやくね、軍部は、中八の研究をですね、評価して、大正11年、1922年に、中八を表彰したんだそうです。ね。結局、陸軍に見る目なかったと。悪かったと。だけど、あなたのやってきた研究、ね。軍隊の時に、密かにやってた研究はすべて正しかったと。っていうことで、表彰されて、すでに陸軍を、 退役、ね、えー、していた当時のね、参謀長岡、要は一番最初に戦時中であるって言う,うでね、木組員和談言うて、断った当時の長岡大将はですね、その事実を知ってですね、直接中八を訪れてですね、謝罪をされたそうです。なんか、 すごいよね。それだけでもなんかこう、うん、なんかこう、ー、なんかこう、日本軍言うたらね、悪いイメージ持ってる人多いけど、俺、これが正しい姿やったんやろうなと思うんですよ。戦時中であると、飛行機なんかね、夢の開発に金出せるかと言った人が、後に見るべなかったと思わはったんでしょうね。それで、わざわざ、中八のところに、謝りに行かはったということなんですね。で、それで、これも、 なるほどなと思うことで言うと、この中八さんがお亡くなりになってから、18年後、昭和29年、1954年にですね、英国王立、イギリス王立の航空協会は、自国の展示場にね、要はイギリスの航空博物館に中八の 玉虫型飛行機の模型を展示してですね、彼のことを、ライト兄弟よりも先に飛行機の原理を発見した人物ということで紹介をされた。ということなんですよ。だからちゃんと王国、ね、英国王,王室は認めたんですね。ライト兄弟よりも先に飛行機の原理。ね、そういったものをちゃんと作ってたのは日本人のこの中八さんやったということを認めたということなんです。すごいでしょ すごいんですよ、日本人ってね。でね、ここまでの話だけでもね、日本人すごいなとね、この、野宮や八さんね、途中でね、うん、切れて、ライト兄弟に先答えたいの切れてね、飛行機の研究やめて、もうタンバムシ型の飛行機、バラババリバリ、バキバキにしてしまったけれども、全部が結局評価されて、ね、ここで、この話、実はね、終わりじゃないんですよ。それがまた面白いところでね、 この晩年お亡くなりになる前に、中八はね、思ったんだそうですよ。神様はね、どうして俺に最初に飛行機を作ることを認めてくれへんかったんやろうと。これどういうことかっていうと、自分は飛行機の理論をライト兄弟よりも先にね、考えてたし、先に飛ばした。だけどエンジンを買う金がなかった。おそらくライト兄弟はあったんですよ。中八が目につけた同じエンジンを、 積んでたんやから。ね。ライト兄弟の成功したやつは。だから、持ってたらもっと早くこの二宮中八さん成功させたはずなんですね。ところが、市場にはなられへんかった。なんでやねんやろ。うというふうに、ずーっと考えてたそうなんですよね。で、それで、飛行機がどん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 進歩していく姿はご覧になってたわけです。ね。もう、長い昭和まで生きてこられた方ですからね。で、それでね。 ところが当時の飛行機ってね、よう事故もあったそうなんですね。だからいろんな実験で、飛行機の実験でお亡くなりになる方もある。だから素晴らしい冒険をするための機会はできた飛行機。で、その元々の理論も自分で考えた。ね。その自負はある。だけども、ちょっと危険やと飛行機は。ね。っていうことで、 えー、自分が夢見た飛行機でお亡くなりになる方が多いっていうのに、ものすごくこう胸を痛めておられたそうなんですねで。で、それでね、決意しはったんですよ。何を決意したかちょって言ってね。飛行機はこれから絶対に重要なものになっていくと。でも、飛行機が世界に広がれば広がるだけね。研究をすればするだけ、必ず事故も起きると。 で飛行機は空飛んでるから事故が起きれば不幸な死というものがそこに起こってしまうと。ね。だからそのお亡くなりになる人たちの御霊をしっかりとね、案ずることができる場所をね、自分は作る必要があるんじゃないか。そうやと。神社を作ろうというふうに思わはったんですね。 神社を作ることが飛行機開発にたとえ少しでも携わったものの責任やと。ね。そういう神社をね、せっかくいただいた。結局、その陸軍、軍、軍がね、認めた、その研究を認めてくれたおかげで、中橋さんはね、いろんなお金をもらわかったらしいんですよ。ね。その、 公園も行ったり、いろんなこの飛行機のおかげで、夢はかなわんかったけど、飛行機のおかげでお金はもらうようになった。だから、そのお金は全部、この飛行機で亡くなられた。ね、不幸にも犠牲になられた方たちのための神社を作る費用に回そう。っていうことでですね、飛行機事故で亡くなった多くの人を弔うために、京都府八幡市に 飛行神社を資材を投じてお作りになったんですね。そして、自らが初代の神主さんという風になられたそうなんですよ。実はね、僕ね、知ってるんですよ、この航空神社。なのになんで航空神社ってこんなとこにあんねやろうなと思ってたんです。でね、くも、くしくもね、僕ね、 まあちょっとそのボランティア団体で飛行機にね、関連するボーイスカウトみたいな、こういうところのご協力もさせてもらってるんで、そういうこともあってですね、パイロットとか航空業界の方、結構よく存じ上げてるんです。その冒頭に言った、えっと、日本で初めてね、女性機長になられた藤ありさんも存じ上げてますし、ご主人、ご主人ね、藤ありさんのご主人も機長なんですよね。 まあまあそれはええんやけどね、一緒に飲みに行ったこともありますし、だからね、そんな方たちがね、この航空神社に行ってはんの知ってたんですけど、そのね、航空神社の言われ、今回この二宮中八さんのことをちゃんと勉強するまではね、知らんかったんですよ。これ、すごいと思いませんかね。最後に、そういうものまで作ってまうってね、これ日本人やと思いましたよね。でね、最後に、 ある方がね、この二宮中八さんのことを表した言葉があるんでね、ご紹介をしたいというふうに思うんですけれども、発明や発見というものは、その人一代限りの名誉でしかないと。人類は飛行機発明でこれまでと全く違った世界の扉を開いた。このことは大変に意義深いことでした。しかし、人類は未来永劫飛行機による 殉職者を抱えることになりました。ね。異例ができるのは飛行機に愛情を注ぎ続けた日本人の二宮中八さんしかいなかった。神はそれを知っていた。だから神は手柄をライト兄弟に譲ったんだ。というふうにおっしゃったそうです。なんかね、その通りやと思いますね。将来この二宮中八さんはすごい異業を実は成し遂げると。 だから表向きのね表向きの手柄だけはライト兄弟にやっと見なあれとね本当に飛行機を愛したのは二宮中八さんやということを神は知っていたんだというふうに二宮中八さんのことを表示られたんだそうですこの言葉も僕は素晴らしい言葉やなというふうに思いますねということでライト兄弟よりも先に飛行機を飛ばした日本人 そして世界の誰よりも飛行機を愛した日本人二宮中橋さんのお話でございました。はい、ということで続いてのお話でございます。先ほどの、ね、話が 長い間喋ってしまいましたんで、ここでんやもう終わってもええようなところやけどどうしようかな。行ってまようかね行ってみましょういや、でももう時間行ってしまってるね。これ、辞週にしようかはい、もう辞週にしますもう今日は一本この二宮中八さんのお話で、だけにしましょうね、次の、いや、次のお話もね、 日本だから次回もこの <laughs> 日本人すごいぞ日本人っていう話を、えー、続けたいと思いますということで、えー、二宮中橋さんのお話でございました「やじうストリート」トートはいということで「やじうストリート」第69弾 いいかかがででございましたでしたょうか、ね、二宮中八さんの話が長すぎて、えー、一本ネタを削ってしまいましたけどもそれでは次週に持ち込みたいというふうに思いますこの話もおもろいんでねあんまりハードル上げたらあかん,なんでねんけどねということでいろんなものの呼び名が変わるかもしれないっちゅうお話なんですけどねニートについて大阪府ではレイブルという呼び名にしようということを推奨しているんですってこのねレイブルっていうのは レイトブルマーという意味で遅咲きとか大気晩成というような意味があるそうなんですよだから欧米で頑張っている若者を応援する言葉として使われているということらしいんですね、えー、ニートじゃなくてねレイブルっていうんですってでまたね引きこもりについて神奈川県の大和市ではですねこもり人と呼ぼうという風になったんだそうです少しでも温みのあるか高みのある呼び方にしようということから ね子守人にしようということで、えー、前にね進み出しそうねなイメージにしようということでこれはね、ねここの C がおっしゃるには効果があったそうなんですねなんかこうちょっと確かにポジティブには聞こえるかもしれませんねそして、えー、育休っていう言葉ねを言いますね東京都では育休をやめて育業と呼ぶというふうに小池知事が言うてるそうです。この 小池知事は育児のために仕事を休むのではなく大事な仕事である育児取り組むという、えー、マインドチェンジを進めるとあもうこの3社はこのんこういう言葉好きかなとおっしゃってるそうですあえてイメージを下げるために名前を変えたっていう例もあるんですよこれ福福橋、これは悪かったんやけど、ねえー、これ20年前に暴走族撲滅キャンペーンでですねダサイ、暴走族が格好悪いと関心がないと。 いったワードをポスターに並べたんだそうですよ。で、そして最近でね。最近じゃね。珍相談って言ってるらしい。珍相談ね。要は珍名ね。ちんえー、大元に何て言うかな？あのち、ー、ね。珍妙の地ね。珍相談って言うらしいよ。みたいなことでですね。珍相談って呼ぼうという動きがあったんだ。そうですね。これはちょっと我々ね。 ああとまあそれで言うとね馴染み深い言葉で言うと看護婦さんって昔言ってたのは看護師さんに変わりましたよねでまた昔はスチュワーデスさんって言ってたのが CA さんね花瓶やってんだとというふうに変わりましたですからねまあいろんな時代の流れによって呼び名変わっていくんですねまあ全部が全部 A かなとも思うものもあるんですけれどもまあこういうふうにねこれからもどんどん呼び名変わっていくものあるのかもしれませんねということで ただいまバックに流れておりますのはラジウマソリートのエンディングテーマでございます、えー、少年の夏は今少年クラブの皆さんの演奏でございます今回も集まれ動物の森スタジオからお届けをいたしましたぜひともですねチャンネル登録の方もよろしくお願いをいたしますということで本日もお聴きいただきまして誠にありがとうございました YouTube ラジオラジウマソリート次回第1 70段、おお、次70段になんやね、70段でお耳にかかります、それでは、さようなら、君のあの笑顔、頭をよぎってゆく、誰かに。 「少年の夏の日を鮮やかに」